天才の昆布天才は、日ゆか赤沢か普段相続の二年生の植物。別名砂糖大根とも言うが形が似ているだけで、油中の大根とは縁が遠い。ビートの砂糖用品種群である。寒さに強く寒冷地作物として中高井戸地域で栽培されている。砂糖きびと並んで砂糖の主要原料であり、根を絞ってその汁を煮詰めると砂糖が取れる。 アンセルムペアンが脱色法を発明してからは原料として好まれるようになり全世界の砂糖生産量のうち約35%を占める。なお、葉と搾りカスは家畜の飼料として利用される。日本では北海道を中心に栽培されている。天才から作られた砂糖は天才糖と呼ばれ国内原料による日本の砂糖生産量の約75%。 日本における砂糖消費量の25%を占める。地中海沿岸原産。天才の構造は、主に昆布と葉に分類される。長い傭兵の先に長円形の養身があり、最盛期には30から40枚が着生している。生育期間中に出葉する葉数は50から60枚、程度。根は肥大して、初頭を貯蔵する直根と、 直根の両側溝から発生する側溝に分けられる。側溝は地表下3 0トル程度に細く枝分かれして網目状に分布し栄養塩類や水分を吸収する。直根は条件が良ければ2ルほど深く伸長して水分を吸収する。直根の横断面にはインタ束の輪が同心円状に8から12層形成され内側のインタ束は 生育初期に発生した外側の歯と連絡する。6 0 0 1 2 0 0ムにまで肥大し、14から20%程度の初島を蓄える。値打ちにおける初島濃度は中心部、特にカンタバリンに隣接する佐藤省で高い。天才のベータブルガロシド類には、小腸でのグルコースの吸収抑制等による血糖値上昇抑制活性が認められた。陽病気 半木、当熟期の3期に分けられる。曜病期には気温の上昇とともに出波を早め、7月には大型葉を放出する。半木は7月中旬から9月上旬で、陽面積指数はほぼ最高に達し、大型葉による光合成活動が盛んで昆布の肥大が旺盛となる。当熟期は9月中旬以降の時期で、昆布の肥大が進み等を蓄積する。地上部は葉の丘。 凋落が始まる。天才生産地の分布天才の原産地は、夏は高温乾燥、冬は比較的雨量が多い地中海沿岸性の気候であるが、現在は温帯から寒帯を中心として栽培されており、寒冷地作物と呼ばれる。さらに、ステップ気候や砂漠気候でも考えにより栽培している地域もある。温度条件は、最も重要な気象条件で、発芽。 生育等の蓄積のすべてに大きく影響する。発芽に要する温度は、最低温度4摂氏5度、最高温度28摂氏30度、最適温度摂氏25度とされる。ただし、低温の場合は高温の場合よりも、積算温度が多く必要となる。発芽開始後、摂氏10度以下の気温が続くと瞬間が起こり中大する場合がある。中大が起こると著しく収量が減少する。 170から200日の生育期間中に、積算温度24.00摂氏30.00度、平均気温12.3摂氏1 6四度を、要するが、生育ステージ別に必要な温度は異なる。温度は、収量や等分と、温度経過との間にも、密接な関係がある。葉の光合成には、摂氏35度が最適だが、高温は同時に呼吸量も増加させる。 そのため、根の生育には、生育期間を通じて、日中摂氏25度、夜間摂氏20度程度の温和な条件が適する。根中等分についても同様で、生育後期の冷量な気温が高等分をもたらす。特に夜温は、摂氏10度以下が好ましいとされる。また、温度は生育以外にも、病害の発生に関わる。北海道では当初は、気温が、やや低すぎ。 生育中期はやや高温多湿であるため、病害が発生しやすい条件にある。降水量は生育の各期とも100ミリメートル必要であり、年間600ミリメートルが理想的と言われるが、総雨量よりもその配分が重要である。特に収穫期前2ヶ月の降雨は、根や生体重を増加させる一方で、糖分や純糖率の低下をもたらす。 収穫前2ヶ月の降水量が10ミリメートル増加すると糖分が0.3%減少するという報告もある。日照量は光合成に関わっているため生育や収量に影響する。当時期に日長が少ないと糖分の低下を招く。天才の直根や側根は地中深く伸長する。そのため土壌の物理、科学的特性は生育に 大きな影響を与える。土壌種類としては、排水良好で、地下水位の高くない浄土や砂出浄土が適する。土壌物理性では、高度が深く、腐食に富む土壌が良い。補助の仮想が交番化しているような条件では、生育が不良となるため、震度破砕や、震度非売行を行うことによる、仮想土の改良や、振興による根圏域の拡大が行われる。また、 サイドや精地は、移植栽培の場合の活着や直巻きの場合の発芽を良好にする。土壌化学性については、天才は酸性に弱く、土壌 pH は中性弱アルカリ性が適している。ただし高 pH は総ネ病の発生を招くため、総ネ病の発生の懸念がある補助は pH6.0 程度とする。肥料も天才栽培には重要な要因の一つである。 特徴としては、放素要求量が大きく、高焦酸性である。肥は、上世、全量機器が原則であるが、窒素とカリウムについては、追肥も可能。直巻きの場合は、出荷時に、濃度障害を起こしやすいので、少量を8種床に使用し、残りは 10cm 程度の深い位置に施すか、出荷後に全面に散布する。窒素の過剰使用は、 形容の過半もとなり、熱中等分の低下を招くことがある。また、ナトリウム吸収量も多く、使用効果がある場合がある。チリ小石やカリジを食塩で供給する。ベータブルガリスは、紀元前6世紀頃から栽培されていた。ただし、それは葉を食用とする野菜としてだった。今日でも普段層など、リーフビートと呼ばれる、要塞用品種が各地で栽培されている。 ついで根の肥大した根菜用品種であるテーブルビートが分化し、さらに昆布が肥大した飼料用ビートが栽培され始めたのは15世紀である。砂糖用の天才が栽培され始めたのは1745年にドイツの科学者アンドレアス・マルクグラーフが飼料用ビートから砂糖を分離することに成功してからである。その後、マルクグラーフの弟子であったフランツ・アシャールが 砂糖の製造試験に成功し、1802年には製糖工場を建設し、工業界の道を開いた。天才糖の普及に一役買ったのがナポレオン・ボナパルトである。1806年から1813年の大陸封鎖による影響でヨーロッパへ砂糖が供給されなくなった。そのため、砂糖の自給を目的とし、ヨーロッパ各地に天才糖業が広まった。 その基礎が確立されたのが1850年頃と言われている。日本における天才塔業は1879年に官営工場が北海道うち2カ所に建設されたことに始まる。これらの工場は1901年には閉鎖された。第1次世界大戦による砂糖価格の冒頭を受けてビート栽培が本格化し、1919年に北海道政党が 帯広市郊外に帯広製糖所を建設。ビート輸送のために十勝鉄道が付設された。その後、北連農業共同組合連合会と北海道東業を加えた2社1団体体制で現在に至る。中国の生産地は以下の通り、18世紀末から始まった育種により1、1%以下だった熱中等分が現在では20%近くにまでなり、 収量も高くなった。日本では1985年まで天才の取引は重量に基づく重量取引だったが、その後、糖分量に基づいて決定する糖分取引となる。そのため、以前は熱中糖分よりも、収量を重視した重量型と呼ばれる品種が主に栽培されていたが、現在は熱中糖分の高い糖分型や、 糖分と終量のバランスの取れた中間型が栽培されている。ありがとうございます。